こんにちは C のラストやりますプラットフォーム右側の上に登れば勝ちでブロック8個登らないといけないこれ とと左と右僕は上に行きたいわけでしょ何かを使って上に登ってここで上に行きたいわけだからまあもう一つまともなブロックを作りたいってことで合成左右もしくはそれしかないのか。 上がないから左右を合成する。で考えるべきなのかこれを合成するには左下でもしくはコンベアに乗せてガッチャンコさせればいいから例えばこういうルートあったらいいわけだよね。この上にうんでもそれだとまともな。 足場が二つ必要だもんな。これを使うのが一番簡単。簡単。 あまり簡単そうに見えない一旦斜めブロックを作る 左下っていう7位ブロックがもしもあったとしてさその上にものを乗せると左と下に力が入るのでさらに下と左に動かすと合成ができる。 こここの上にのせるということもできるここでなんかつっかえさせることもやはりできてこれを下から自分が押し上げてみたいなこともできるあんまり意味ないのか。

上から2つ同時に動けばうーん一旦ここに乗っけといてみたいなのは何か使えるんかな一旦そこの上に乗っけておく外すことによって乗ってるやつが落下して その隣のやつが隣に移動するみたいな挙動。上がないんでね。上がないんで、なんかここに溜まってるやつと、を上に押し上げるっていう力が存在しないから、ここにいるやつと、ここにいるやつを、この辺で合成しようができないんですわな。 ここにいるやつを、なんか下に下ろしてくるタイミングで合成させるみたいなことが必要になる。それってやっぱりさっきの話なのかな。ここで一旦支えといて、こことこことここに置いてある。これが左向きの矢印になってるで。この上に合成したいアイテムがある。ここにはダミーのやつが一個置いてある。 で、これを離した瞬間にこいつが落下してこれがビッて動くからそのビッて動いたタイミングでこっち側にいるやつがなんか下に向かってビッて来てくれるとこの辺で合体する可能性があるタイミングについてはわかんないけどその場合上にいるやつっていうのはどういうタイミングになるで、ペッペッ、ペッペッこれを外した次のターン外して 落下した次のターンにこいつがベッてこっちに来るから、そのタイミングで上から二段目がメッて来てほしい。と、こっちも同じ仕組みでいいのかなここにあって、これが降りることでガッと下に下がって、次のターンで、あー、一歩遅いな。これが左に行くためにここにいるやつが右に行ってたらそれは遅いから、ここに欲しいかななんか。 なんかここにいてあいいのかこの下が支えになってるからここに高さ2段作ってここに高さ2段作ってこれが落ちた時に下向きと左向きでいけるんだあいけるかもしれないな下と左はここで使うでこの2つを上の高さにこことここにキープするでこれは踏みっぱなしにして ここに一個最初になんかダミーを置いておくという感じでどうでしょう。一回ダミーを置きに行くのでえ、上の段に乗せたものを下げて下げて、えー、どうせ、ちょっと待てよ。どうせここは下は下なので、 こんな感じでとりあえず片割れこの二つはどうせ上だよな <noise> んめんどいめんどいめんどいん,どい <noise> ん左右だっけ 違う一個ダミーなんだよ。左余ってるから左でもいい。下に左で。 この上に、えー、あれ左が、あれ左がない。あそこに置くのは左じゃダメなんじゃん。下を置いとかないとダメ。下を、えーと、そこの高いところをダメにしたいので、 下しここが下ちょっと待ってもう一回最終的に必要なパーツもう一回数え直さないといけない最終的に欲しいのがこの2つを最後に乗っけるでこれはこうなってて 上に支える1個が何か必要でちょっともったいないけどそしてその片割れをのっけるんあ違うちょっと待って待って待って違う違うえっと ここに欲しいのはいやあってる下でいいでよいあとはこれを上に載せたくてここに載せればいいんだけどおい1個足りないよねって感じ これでのっかりさえすれば。あれちょっと待ってよ。え違う違う違う。話が違うじゃん。押しといてだよ。何をしとるのもう一回。最終的に欲しいのが、これとこれは最後に使うから、それ以外のパーツで、下これ、 下これで運搬用のこいつら上にのける一つんうんどどどうするといいかなこの二つをのせたい。 難しい方はどを後にしたいここでのっけて押していくみたいなことしたいよな一旦のっけてあれここここ縦にラインつくの難しいのか ここ難しいのかちょっと待ってよ。そんなこと。マジ！遠くなってる気がする。 と支えが1個しそうだからね <noise> そこに下を持っていくんだけど。 その前に支えたのでこいつをこれめんどくさいなーなんか手順もちゃんとやんないとはまんないなこれをやったらあいつは落下しちゃうしいやー絶対の順が必要かかまったの あいつを落とすにはもう一つ左に押さないとダメ今上いらないんだよな先にここだけやってからここはめて下ろしてくる <noise> ここ上乗っけるとこだけやりたくてこの2つはあれで うんあんまりこのパーツを使えてないのはあるよなこれ上に乗っけるでもいいのかもしれないですねコートもう一個乗っけるやつ これをどかして内側から縦のラインに落とすやつ足りなくないこれをそこにセットできれば終わりだけど。 一個足りないな、これは足りないね。支えといって。うーん、足りないね。 ところに乗っけてあるっていうのをどっかでキープしたいんだけどなえー、っとここでわざわざ持ち上げるっていうのをやってるのがもうダメなんだよな多分。 ここであのまともなブロックの上にあいつを置いといてそれを1個下げるっていうのをここでやるべきだったんだだからあのまともなブロック入れてるところはほんとは左を入れちゃってよかったんじゃないのこれが最初に入るやつこれは最後に入るやつらまず押しといて左ブロッあれ 左ブロックじゃな、下ブロックか。これを最初に入れる。一り目は。支えをまず置いて。で、ここで。二つ目はそこに。差し込み。 ここがわかんないな。ここで、この順番でいくかどうかがわからんけど、次に、今あるこのパーツで、こいつの上に、置いておくってのをやる。置くのは上に置く材料じゃか、じゃあこれ、こうしといてで、次からはもうこれを使わずに、 差し込んでスライドしてスライドしてこれでこれを落とすとってなるのでこれが取れてまともな足は2つあるのでゴールやることは最初から見ててよかったね今回は良かったです C の中で一番簡単だったもあるないや C はね結構ひらめき一発ステージが多かったんだよね今のもそうだしこのエリアもそうだよね合成させようねっていうのにいつ気づくかこのステージもそう登るってことに気づいておけば登ってどこで合成するかが分かっていれば10分コースこいつもそうなんだよないやこいつはでも結構ロジカルかここ面白かったよね こいつもまあひらめきというか全パーツ使って合成できるのここだけだよねっていうのさえ見つかればあとはそれを愚直に再現するだけやからな C <noise> 攻略いやでも大体1パズル1動画になってるからそれで難しさはあったさてこっからは次はえっと 行き先は D もしくはディトはなんだけど、まあ、C の次だから D なんじゃないのっていうことで D に行こうねでえっと実は裏でマップは作りましたただ <laughs> 作ったマップはこの先のステージまで全部出ちゃってるのでちょっとネタバレになるから動画としては映さないでおこうかな映すならまあ本当に全クリした後にこんなマップ作っていましたよみたいなことを紹介 しようかな。もしくは配布するかもしれない。ということは考えてるけど。とりあえず次は D をやる。で、えー、D はいつもと同じですね。5個ステージがあなんか、なんか鳴ってるけど。なんでここに入ると音が鳴るのなんだこれ。なんかやってんのかな えっと、でかいんですけど、部屋は5個のはずです。そうか、粘着ブロックとかあったな粘着ブロックまだ全然出てきてなかったね、そういえば。で、ここは5個あって、ええー、それが終わったら、D が終わったら、えっ、ー、とね、また、あの、エアロックみたいな小部屋があって、 それを通過すると E かなステーション E が多分開く。で、またそれとは別に今行ける場所としてデトーーで、デトーアーっていうところがあって、そこが5ステージあるっぽいんだよね。なんかそれを解くとね <laughs>、えー、えぶっちゃけまだ半分も進んでないよっていう状況なので、マップから察するに。まだまだあるよという感じ。今日はここで終わりにするけど、次回 D。まあ、 どうせ全部やるから別に順番決めてもあんまり意味ないんだけどまあ近いところからやろっかどこ見てももうブロック数ブロック数の少ないところみたいな見方でいくとまあここだけなのかなでも爆弾がいるからねあいや大丈夫かこれさ 下を解かないと、この上っていけないのかここ何なんだろうこれ入り口なんだろうけど、出口こっちだもんね。入り口がこうなってるってことはこれなんだこのプラスマークは、ここなんですけど、ここにボタンがあるのか この台の上に多分ボタンがあるので、それを解をすればこれがオフになるんだ。じゃあ順番的にもこっちを最初に溶かせるっていうのがあるんだ。これとこれセット面なのかななんか見た目別にそんなことないけど。まあいいや。じゃあ今日はここまでお疲れ様です。